航空規制緩和法案に署名するジミー・カーター大統領。航空規制緩和法は1978年に制定されたアメリカ合衆国の連邦法である。日本語での呼称は航空会社規制緩和法、民間航空規制緩和法などと定まっておらず、デレギュレーション法とも呼ばれる。アメリカの航空業界を規制緩和し、運賃や路線。 新規航空会社の市場参入などに関する連邦政府による統制を撤廃したものである。これにより商業航空業界に自由市場が導入され、航空便数の大幅な増加、運賃の引き下げ、輸送量の増加、航空会社の再編がもたらされた。規制当局であった民間航空委員会の権限も段階的に廃止されたが、連邦航空局の航空安全に関する 規制権限は全面的に低下しなかった。1938年以来、c a b は国内の週間航空輸送ルートを公共事業としてすべて規制し、運賃、ルートスケジュールを設定していた。しかし、州内路線のみを運行する航空会社は CAB の規制を受けず、代わりに運行する州の州政府による規制を受けていた。一般に CAB は、 航空旅行を促進する目的で補助金を出して短距離路線の運賃を抑えており、その財源は引き上げられた長距離路線の運賃によってもたらされるものであった。また CAB は合理的な収益率が確保できるよう航空会社を保護していた。航空会社は新しい路線や運賃の変更を申請しても長い期間待たされる上に承認されないことが多く、 官僚的、独善的というのが CAB の評判であった。例えば、ワールドエアウェイズは1967年にニューヨーク・ロサンゼルス間の低運賃路線の開設を申請したが CAB はこの申請の検討に6年以上をかけた挙句に記録が古いという理由で却下している。コンチネンタル航空は8年後にデンバー・サンデー語間の運航を開始したが これは高訴裁判所が CAB に申請を承認するよう命じたからに過ぎない。この硬直したシステムは1970年代に大きな圧力にさらされた。1973年の石油危機器とスタグフレーションは経済環境を激変させジャンボジェット機などの技術の進歩もあった。これまで利益が事実上保証されていた大手航空会社の多くは この硬直的なシステムを支持していたが、高騰した運賃の支払いを余儀なくされた乗客たちは反対し、航空サービスにかつてないほどの高額な補助金を出す地域社会と連帯した。合衆国議会は長期的には航空輸送が国内の鉄道と同様に追随して問題に直面することを懸念するようになった。主要な経済学者は 規制が非効率とコストの上昇につながると数十年前から主張していた。カーター政権は業界とその顧客は恩恵を受けられると主張し、新規参入や運賃に対する規制の撤廃、並びに路線設定やハブ都市乗り入れに対する規制の縮小に火事が切られた。1970年から1971年にかけてニクソン政権の経済諮問委員は、 合衆国司法省ハントラスト部などとともに、鉄道、トラック輸送における価格操作や参入障壁を軽減するための法案を提出した。この構想は、フォード政権で進められ、1975年には、独占禁止法を管轄する上院司法委員会による航空会社の規制緩和に関するヒアリングが開始された。この校長会は、 エドワード・ケネディ上院議員が中心となって行われた。この委員会は本来の管轄である商務省航空省委員会よりも親しみやすいものとみなされ、司法委員会の主導は報道政権による指示を受けた。1977年、カーター大統領はコーネル大学の経済学部教授アルフレッド・イーカームを CAB の議長に任命した。経済学者 ワシントンの有力シンクタンク、改革を主張する市民社会連合、規制当局のトップ、上院指導者、カーター政権、航空業界の一部から、この法案作成のための協調的な努力が展開された。これらの連携により、1978年に、早急な立法化が勝ち取られた。断末期のんは、CAB 最後の議長となり、百八十五年一月一日に、 CAB の最終的な閉鎖を見届けた。1978年2月6日にネバダ州の上院議員、ハワード・キャノンが法案 S2493 を提出し、1978年10月24日にカーターによって署名された。同法の明文化された目標には次のようなものがあった。同法では、 1981年12月31日までに国内線と新サービスの制限を完全に撤廃し、1983年1月1日までに国内線運賃の規制をすべて終了させることで、4年間で航空会社の運航に対する様々な制限を撤廃することが起とされていた。実際には変更はそれよりもさらに急速に行われた。 ADA の定めに基づき以下が行われた安全検査と航空交通管制については引き続き FAA が行うこととされ運輸長官には規制緩和がもたらす航空安全その他の問題に与える影響について議会に報告することが求められた。ADA は航空会社に対する遅延、差別、消費者保護違反その他の旅客の不当な扱いに関する申し立てに関して 州法に対する優先的適用が認められている。1996年の合衆国会計検査院の報告書によると乗客1マイルあたりの平均運賃は1994年には1979年に比べて約9%減少している。インフレ調整をすると1976年から1990年の間に有料運賃は 約30%減少している。航空会社が大型機をより長距離、高需要な路線に就航させ、交通量の少ない短距離路線では小型機に置き換えることができるようになったことも、この一因である。しかし、これらの傾向は、全国の航空輸送ネットワーク全体に一様に分布しているわけではない。コストは、交通量の多い長距離路線の方が、短距離路線よりも、 劇的に低下している。競争にさらされたことで多くの航空会社が大きな損失を被り、労働組合との対立に陥った。1978年から2001年半ばまでの間に8つの主要航空会社と100以上の小規模航空会社が倒産、または生産されており、規制緩和の余波で設立された数十社の新規航空会社のほとんどもこの中に含まれた。 ほとんどの場合、規制緩和に反対する一部の人々が予測していたような小規模な市場でのサービスの低下には見舞われなかった。しかし、競争により、ハブ空港の選択と集中が進むとともに、ポイント2ポイントの航空輸送はより競争力が強いハブスポークシステムにとって変わられた。ハブスポークシステムによる運航により、ハブ以外の空港から出発した旅行者は、 一度、ハブ空港を経由して最終目的地に向かうこととなる。このシステムは小規模な市場にサービスを提供するのにはより効率的であるが、フォートレスハブを構築した一部の航空会社による競争の排除もまた可能にした。その後、サウスウェスト航空のような格安航空会社が成長したことにより、米国の航空輸送システムに ポイントツーポイントサービスが復活し、様々な規模の市場への適用性に優れた幅広い種類の航空機の開発に貢献した。2011年に1970年代にケネディ上院議員と共に航空規制緩和に取り組んでいた最高裁判所判事のスティーブン・ブライアーが次のように記している。業界の歴史は何を物語っているのか。この努力は価値があったのだろうか 確かに、大規模な改革が行われるたびに、新たな、時には予期せぬ問題が発生することを示している。航空旅客数が1974年の2億7050万人から、昨年は7億2110万人に増加し、業界が目覚ましい成長を遂げるとは誰も予想していなかった。その結果、北東海道航路の渋滞、空港の過密化、遅延、テロリストのリスクなど、 新たなボトルネックが発生し、空の旅がますます困難になるとは誰も予想していなかった。また、この変化が業界の労働者を不当に傷つける可能性があるとは誰も予想していなかった。それでも、運賃は下がった。一旅客マイルあたりの航空会社収入は、インフレ調整すると1974年の33.3セントから2010年の 上半期の13セントに減少した。1974年に規制当局が許すであろう。最も安いニューヨーク・ロサンゼルス間の往復フライトは1442ドルであったが、今日では同じルートを268ドルで飛ぶことができる。これが旅行者の数が増えた理由だ。だから私たちは混雑した飛行機の中で座り、ポテトチップスを食べ、スピーカーからのアナウンスで、 またフライトの遅延が発表された時には起こり出すのだ。しかし今、どれほどの人がより良いサービスのために高く規制された価格を支払い、古き良き時代に戻りたいと思うだろうか。出張族でさえ、ブリーフケースの正規料金を払いたい人と思う人はいないだろう。ありがとうございます。